ホットランドから株主優待が届きました。はい、ということでね、8のでございます。で、今回はですね、またホットランドですね。私の大好きな銘柄ホットランドですね。株主優待が届いてますので紹介します。まあね、もういつもと変わらずこれですね、クーポン券、はい、500円のクーポン券です。で、使えるお店はというと、まあね、ホットランドといえば銀だこですね。はい、銀だこと、で、個人的にはね、あのアイスクリーム屋さん、コールドストーンクリーマリーね、そこでいつも私は株主優待券使いますけれども、まあ、いつものようにね、半期に3枚、500円が3枚なので1年間で6枚、ね、3000円分の、優待券が届きますと。で、有効期間はね、それぞれ半年ごとなので結構ね、後で使おうなんて思ってると一気にね、3月有効期間が近づいてきたりしますけれども、はい、そうですね、結構一応こうね、通信、ホットランド通信とかもついてきてますけど、面白いですね。たこ焼き塩レモンとかね、新しい味を追加したりとか、はい、やってますね。ホットランドはね、でもね、残念ながら僕はね、今マイナスなんですね、含み益が。まあ、とりあえずあの、まあ、株主優待を楽しもうということで占いで持ってますけれども、そうですね、業績もまあまあまあですね、ちょっとでもやっぱりコロナの影響でね、はい、若干伸び悩んでる感じですけれどもね、この後どうなるかというところで、はい、ということでね、今回は、まあ、ホットランドから株主優待が届いたということで動画を撮りました。